おはようございます。あ、今日近見選手いないんですか？今日寝てる。まだあ、まあ寝てるんですか？どこのチャリスタイル。オーストラリアヘルメットしないといけないしよ。あ、そうなんですか、うん、恥ずかしいけどなんか似合ってる。まあ似合ってます。モーニング。Thank you。 いやでもなかなかテニス選手がヘルメットかぶるってあったかいですね。今日めっちゃ暑いらしいよ。そうなんですか？マジで気をつけた方がいい。はい。どう？寝れた？いや、気づいたら、まあ、適当にアップとか撮ってもらって。はい。多分白石とかもいるから、はい、白石は映してあげて。あ、映しいんですか？絶対映りたかったそうですね、すぐ映るんで。映りに行ったよ。おっす。おはようございます。誰ですか？寿司。寿司ですか？お前も大好きな。でも撮らせてるんですか？え、一日密着で。あと一応大先輩です。毎回一応つけるのやめろ。大先輩。あ、おはようございます。おはようございます。結婚された方です、ね、見てる。はい、見てます。最近アンチ多いと思う。お前の編集が悪いかもしれない。ライブ配信に役があるかなと思ってきた最近。だってお前のアンチあれじゃん、ライブ配信だったじゃん。ザーって。編集しようがない。編集しないとボロが出てるわけ。逆に村さん普段よりアップしてる。嘘つけよ。まだ序盤だぜこれ。近くない？大丈夫？いや、結構みんな映ります。あ、嘘。意外と映りたくないですよね。え？すごいでしょ。ちょっと褒めてあげて。すごい。これジェラート買ってあげる。お、やった。あ、本当ですか？いいなぁ。あ、でも昨日小倉さん奢ってくれましたよ、夜。あ、そう、そういうの言え。そういうの、そういうの。それ、いたって普通だろ、それ。これから田島選手と、はい、いや、この練習からやっぱ気持ち作りとかしてるのか。気持ち作りか。いつしてんのかなみたいな。まあ、なるべく自然体で、はい、言えるように。どこがかっこいい？いや、まあ、あ、いいよ、あっち映してていいよ。あっち映して、うん、そうですね、かっこいいとこ3つ上げてみよう。かっこいいとこ3つですか、うん、やっぱり行動力。いや、まあ普通に見た目もあって、いや、まあ最後やっぱその師匠をやってたとこですか。なかなか振り絞ってますね。いやでも星に3つ出たわ。あ、いい3つ出た。アップの時とか緊張とかしないんですか？緊張、はい、試合アップの時はあんまないかな。そんなド緊張みたいなことはないか。あ、そうなんですか。まあ、まだそのレベルに入れてないのか。笑うの、はい。ボールもらえるんですよ、ね、でも珍しいよね、毎日もらえるってフィーチャーズで。多分ここだけだと思う。だよね、はい、なかなかない。近いですね。
ください。はい、どうですか、今日の調子は。今日、悪くない。悪くないですか。あ、別に、オーストラリアやっぱり跳ねてくれるし、はい、遅いから、はい、自分のテニスにも合ってるとこあるし、はい、感覚で言ったら結構いいと思う。あ、そうなんですか。日本ってやっぱ速いじゃん、はい、まあ、あと思い切って、はい、やるだけ。やっぱオーストラリア人ほんとみんな強いからさ、はい、ちょっと情報ないんだけど。あ、今日オーストラリア人なんですか。そうだよ。え、師匠のドローチェックしないよ、もしかして。じゃあそういう見方は分かんないって。ドローとかまだまだ。シングルス1試合だけですね。シングルスとダブルスだね。ああ、ダブルスも。台風で今日めっちゃ暑いって言ってたから。はい、ちょっとマジで応援も熱中症、水飲んでて。はい。死んじゃう。はい。よし、頑張ろう。お願いします。Nice, mate.
ですね。まあ最初のゲームブレイクできて、まあ、いい感じにいけるかなと思ったんですけど、キープできなかったっていうところがちょっとあれかなって両方1セット目2セット目も3-1だったので、はい、3-1 で両方ともファーストポイントボレーのミスで、そっから1回相手には落ち着きを与えちゃうっていうね。まあ今回結構攻撃的なテニスと、まあ、ボレーの回数も結構増やしてやってたんだけど、まあボレーでのポイントは結構今回キーで、流れを変えるのもボレーだったし、キープするポイントもボレーだったんだけど、やっぱそこが崩れたのがちょっと今回自分の中でちょっと集中力が保ちきれなかったとこかなって、はい、とりあえずダブルス頑張って、はい、いやマジか、結構いけると思ったもんな。結構審判のジャッジミスあったでしょ、はい、結構あったでしょ、はい、まあしょうがない、はい、まあしょうがないんで、はい、切り替えていこう。そうですよ、デラニー・ワイリー、ファーゲンスコです。ありがとう。どうだった？いやちょっとクールダウンがてなっちゃいました。そうです、お疲れ様です。嬉しい、嬉しい。マッチポイント立ち去ったらどこ行ってんのよ。いや動画撮ってたんで、マッチポイントのとこ、あ、そういうこと。俺は気づいてない。